そこしっとり歌うとこじゃなくね。繰り返すな。皆さんこんにちは。ただいまのアイラドン、時刻は2022年7月2日土曜日の午後0時10分です。今日は土曜日なのでときけさんが広場で演奏されています。おリクエストもお気軽にとのことですので、皆さんふるってご参加くださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんか今誰か出てこんかった、気のせいか、てか雨続くね。めっちゃ続くね。あ、もしかしてマミーさんが出てきたんかな。今取ったけけの新曲も増えたんやろ、なんかこのアップデートで。誰もおらんけど、いや、ごきげんよう。今日もこの島でライブをさせてもらっているよ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時から曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。おお、マミーさんが来た。あれなんやね、カッパを着てまでここに聞きに来たのね、子供を連れて。今日はね、ちょっと久々に博物館に、常吉のところで買った、あ、化石もあるんやけど、常吉のところで買ったこのアカデミックな名画、これがちょっと本物なのかどうかを見ていただこうと。風太くんのところでなんか考えうる。どうした？これはこれはアイナさん、ちょっと考え事をしておりまして失礼しました。あ、でもちょうどよかった、相談したいことがあったのです。何？実はこの博物館内にカフェスペースを作りたいと思ってるんです。あ、マスター。マスターやってくる。それで古くからの知り合いであるカフェのマスターに連絡を取ってみたんですが、どうも店を閉めてるらしく連絡がつかないんですよ。マジで？休業しとん。最近新種の埴輪が見つかったという噂があるので、探しに行ったのではと思うんですが、マスターって埴輪オタクな。あ、彼は埴輪に目がないんですよ。知らんかった。私にとっての化石みたいなものですね。そこで皆さんにご相談なんですが、私の代わりにマスターを探していただけないでしょうか。探す？何？どうやって？何それ？それがマスターの写真です。写真？わかるよ、マスター。その写真の人物を見つけたら、アイナ島に来てほしいと伝えていただきたいんです。ちなみに新種の埴輪が見つかったのは、カッペイさんのツアーで連れて行ってもらえる離島なんだとか。じゃあ、運ってこと？見つかるかどうかは。ご迷惑をおかけしますか？よろしくお願いいたします。それともこのフラグが立ったらもう、マスターのおる島に連れて行ってくれるんかな。そうじゃないと難しいよね。てかなんなん、君たちスマホで連絡取りなよ。今このあつ森の世界にはスマホが存在してるでしょ。お手伝いできることがあれば何なりとおっしゃってください。化石の鑑定をまずお願いします。では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。はい、これ。どうでしょう。どれどれ？なるほど。ほほ、少々判断に苦しみましたが、これはアカウントステガで申し、間違いないっす。それにしても何度見てもたまりませんよね、アカウントステガ。個人的に買い取りたい気持ちでいっぱいなんですけど、そんな余裕もないので我慢するっす。買い取れよ。とにかくこちらお返ししておきますね。まあ、じゃあ売るということで。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？美術品寄贈します。お、そうですか。何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。アカデミックな名画を。本物でしょうか、これ。これはアカデミックな名画ではありませんか？いやー、現物は初めて見ましたよ。確かにアカデミックな名画としか言いようがありませんね。お、よかった、よかった。ね、別におかしいとこなかったもんね。こちらは寄贈品として大切にお預かりいたしますね。展示室の額の前のプレートに一回質を載せておきますので、またゆっくりでご覧くださいませ。はい、お願いします。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？間に合ってます。
そうですか。では、自由にご見学ください。じゃあ、私、マスター探しに行くわ。すぐに見つかるかな、マスター。見つかればいいな。今、鼻散らしたかもしれん。まあ、いいや。また咲くでしょう。よし。ひゅいって避けていく。ん？待てよ。これじゃないな。カッペイさんか。飛行機に来た。カッペイさん、カッペイさん。カッペイさんの離島ツアーに行かんといかんのか。前行った時は、別にこれといってなんもない島やったよね。お、ツアーに来ていくのか、行ってるのか。運賃は往復1000マイルだぞ。行きたいです。じゃあ1000マイル払ってくるの。どうぞ。よーし、早速出発するべ。準備すっから、オラの船に乗ってくるの。足元に気をつけてな。お、来た来た、カッペイさんがあった。唐突に始まるね。さんの野望。またに挟むなよ。またにかけるならわかるけど。何、物理的に物理的に無理やろ。あ、大丈夫です。むしろカッペイさんは大丈夫なんかね。お、晴れてきた晴れてきた。離島は晴れなんかな、常に。カッペイさんの歌はね、歌詞が深いんだか深くないんだかよくわからんのよね。雲一つない晴天になったわ。これ、着いたべ。ほら、ここで待ってるから、道具が必要になったり帰りたくなった時はいつも声かけてくるの。どうなんやろ。フラグが立ったらもうきっちりとマスターは現れてくれるのか、それとも延々と回らんと現れないのか。うわー、なんか全くいなさそうな予感。え、全くいなさそうな。あ、おったー、おったよー。で、マスターおった。うわ、向こう側や。え、なんかここさ、新車の埴輪がみたいなの言ったことない？掘り起こそや。ちょっと、マスター連れて帰る前に掘り起こしとくわ。え、どこ？あ、これも。と、メッセージボトル。まだお会いしていないあなたへ。部屋のお片付けをしていたら、本の間から昔思いついた DIY レシピのメモが出てきたんです。私しか知らないのがもったいないので、このレシピをあなたに託します。まずはあなたが作ってみてください。なんだかロマンチックですね、マルコ。マルコって誰だ？桃のラグは覚えてるような気がするんですよね。マルコって誰？誰だろう。ネズミ？違う。ブタ？ん？道具が欲しいです。とりあえず、はい。スコップで。お願いします。じゃあ持ち物に入れとくべ。用があったらまた声かけてくるの。ということで、スコップをちゃんとね、日傘も用意しとるけん。いやー、日差しが強いので。埴輪のかけらを掘り出した。埴輪のかけらってなんか埴輪のかけらとしか言わんねえけどさ、これは何個か集まったら合成できるとかそういうことなのかな。ただ出来上がりが何の埴輪なんか全くわからんのやけど、そこはランダムでってことか。あの1個とかいうことないよね。いや、上にはなさそうやね。マスターを無視するやつ。え、あの1個しかなくね。マジかよ、おい。まあ、しょうがないじゃん。どうも。ねえってば。ねえってば。どうも。
あなたも埴輪をお探しで、さっきかけら1個見つけたよ。そうなんです、マスターを探してます。それはつまり私のことですかね。そうです、そうです。それはまた何故に？フートさんに頼まれて。なるほど、わかりましたとお伝えください。一緒には行かないんでしょうか。それと、あ、埴輪のかけら、この埴輪のかけらよろしければどうぞ。ありがとう。地面に埋めて水をやれば次の日には元気になりますし。え、何？地面に埋めて水をやれば次の日には元気になる？埴輪のかけらが？植物じゃないんやけど。ひとたび埴輪が描いた土地には自然と埴輪が根付きますから。自然と埴輪が根付く？どういうこと？え、どういうこと？ではまた。全くわからんけど。ではまた。これでよかったんかな。ね、一緒には来ないの？では今度はあなたの島で。後日やってくるってことかな。なるほど。じゃあとりあえずフータに、フータ君に伝えに帰りますか。でもって埴輪のかけらも埋めよう。帰りたいです。アイラ島に帰るんだな。忘れ物があっても取りに戻れねえぞ。大事なものを置き忘れたりしてねえか。大丈夫。でもじゃあ別に個数が必要とかないんやね。埴輪のかけら普通に1個植えればよき。植物みたいな感覚なんやな。でも後半何言ってるのか全くわからんかったけど。家に帰るまでが遠足。でもね、遠足の帰り道って帰り道でするなんかちょっとテンション上がったよね。絵は出さないでください。そこしっとり歌うとこじゃなくね。繰り返すな。やっぱり島に戻ってきたら雨なんやね。そう。さあ、それじゃあ。なんかさ、ずっと埴輪が根付く的なこと言ったやん。あれは一体どういう意味？永遠とそこから埴輪のかけらが掘り返せるようになるってこと？今回もちょっとイントネーションおかしかったけど。この辺に植えとこっか。今日雨降っとるけんさ、大丈夫やね。水やらんで。え、てかこれ、マイルと交換したスコップってそのまま自分の手元に残っとんや。貸し出しじゃないんやね。買い取りなんやね。はい、埴輪のかけら。全然植えれてないんすけど。え、植えるって言ったよね。え、違うの？待って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 。え、植えるんじゃないの？植えれないんですが。わからない。全くわからない。え、置いとけばいいんかな。あ、違うよね。埋めるって言ったよね。え、どういうことだよ。わからん。あ、とりあえず置いとこ。あ、あれ、埋めれる。どういうこと？埋めるのになんか角度が必要やったんかな。全く意味がわからないんだが。よし、それじゃあちょっと風太くんに報告しとくわ、とりあえず。あ、増えてる。一人増えてる。もう2か。寝ないで。んぐご。は。すみません。それはそうだ、エナさん。マスターは探していただけてますか？発見したよ。もう見つけた。もう見つけた。ほほ、なんとさすがですね。それでマスターはなんと。わかりました、だって。なるほど、なるほど。それなら安心ですね。ケチ気なマスターのことですから、きっとすぐにでも来てくれるでしょう。じゃあなぜ一緒に来てくれなかったんだい？
さて、ということは、早速講師の手配をしなければ。え、講師してから呼ぼう。ということで突然ではありますが、明日は一日講師のため休館といたします。唐突やね。明後日にはカフェをオープンできるよう、大急ぎで工事してもらいますので、オープンした暁には、アイナさんもぜひ、コーヒーでも飲みにいらしてくださいね。ぜひぜひ、働けるんかな。埴輪は量産したらなんかできることがあるんかな。特に何もなく、インテリアとして飾るだけかな。たまにいいんですけどね。かわいいけん。どんな感じなんやろ、集まりの埴輪。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、これ、埴輪はさ、一日でできるの？それとももっとかかるのか？ちょっとよくわからんねえけど。埴輪が根付くの意味もね、よくわからんし。